お気に入りのお蕎麦屋さん来ました。今日はお休みです。はい、はい、でお品書きがこちらです。はい、最近ねここのお蕎麦屋さんお気に入りになってよく食べに来るんですよ。はい、で頼んだのがどれだっけ。これじゃねえな。あ、これだ。あ、これだ、うん、これいつも食べるやつ。このエビ天重とそば。ママさんで、ママさんはその下にある野菜天重とそばっていうんですよね。はい、これね、これ野菜天重とそば、ね、はい、はい、それとせいろそばの大盛り頼みました。はい、相当食うね。ママさん相当食うね。めっちゃそば食いたい気分、ね、うん、でここはね天丼も美味しいんだよね。はい、思う存分食べましょう。はい、このお茶も美味しいですよ。お茶がね、お茶ね、そば茶、そば茶、そば茶うまいよ ね。なんか久しぶりに休み、久しぶりの休みだね。休みで朝から先週とかね、なんとお昼ご飯が3時です。もう今日はさ、予定を詰め込まないで美味しいお蕎麦と天丼食べて、でちょっとショッピングでブラブラっとして、うん、そっから今日は岩盤浴行こう。はい、うん、お風呂行こう、ね、お風呂行こう、ね、ゆっくりしますよ。うん、ゆっくりしよう。ゆかりんとゆうたも休みで、なんか各自で出かけてったね。そう、各自でバラバラ、珍しくね、珍しいね。休みだから当たり前なんだけど、うん、いただきます。はい、どうぞ。うわ、美味しそうだ。美味しいですよ、このお蕎麦が。めちゃめちゃうまそうや。あんまりお蕎麦好きじゃないんだけど。あ、そうなの、うん、なんでよ、なんでも食べるの。お蕎麦はね、うん、すっごい好き。あ、そうなの、ね、うん、あら、いきます。ベリマチビール、うわー、いいね。本当に美味しい。腰も結構あるしね。そば、うん、の香りもいいし、うん、本当に美味しいお蕎麦。ね、うん、天丼も美味しいんだよね。天丼も美味しい。こんな感じです。パパさんもいただきます。お蕎麦からパパさんもいただきます。ちょっと多いな。これぐらい。あうん、うん、出た。これ本当うまい。美味しいよね。うん、天丼も最高。天丼来ちゃうかな。うん、食べてみて。天丼ちょっと。天丼ね、あ、すごいよね。結構いいよこれ。いい、美味しそう。うん、味もプリプリで、うん、天つゆが本当に美味しくて、ベリマチ、うん、いやちょっと今日お蕎麦いっぱいあるから、そうちょっと幸せ、幸せだね。こっちも大盛りすればよかった。そう、いつもこれをこっちを大盛りするんだけど、ね、それでももっと食べたいんだよね。うん、なんか何気なく飛び込みで入ったお店でこんなに大当たりで、ね、嬉しい。もうそっからハマったよね。うん、カボチャ好きだから。うん。うわー、満足だな、今回。結構いっぱい食べられるお蕎麦、いいな。そば湯がまたね、いいのね、そば湯。うん、面白い。うん。うん。うまい。そばうまいってこと、そば湯がうまい。本当に。すべてのそば美味しいでしょ、天丼美味しいでしょ、お茶美味しいでしょ。蕎麦湯美味しいでしょ、うん、こんだけパーフェクトないんだよ、うん、本当だよね。何かしらがらのちょっとなんだけど、うん、パーフェクト、うん、これはごちそうさまでした。ごちそうさまでした。休日に食べるお気に入りのお蕎麦、最高でございました。ピンキラピン。なにこれ、さっきムービー送ったじゃん、うん、何あのなんか再現 VTR みたいな。とりあえずママもやってみた。やってって言ったの。突然会いました。突然会いました。今日お休みなんです。休みなのに、はい、じゃあこれから違うとこ行くの。これからちょっと買い物して。買い物するんだ、うん、で一回家帰って、うん、車置いて、うん、飲みに行くか。飲みに行くんだ。わかすごいね。予定では、予定ではね、そんな感じです。じゃあお気をつけて。お気をつけて。
バーボーイまたまたスパに来ました。それではゆっくり頑張りよくやりたいと思います。行ってきます。超デトックス、うん、今飛んだね汗がすごい超デトックスです。いやー生き返るはい、お食事です、はい、晩ご飯はい、はい、何食べましょうか。何食べる、何食べる、注文します。どうしようって、トポさんのここにはもう入ってます。味噌ラーメン、味噌ラーメン、はい、おママちゃんこのこれ担々麺、担々麺、うん、はい、じゃこれ、はいはい、注文を承りました。味噌ラーメン来ました、はい、早速いただきたいと思います、はい、これです。コーンが入ってる、ほらコーンが、コーンがマジ落ちるからな、落ちる落ちる、ね、つけないこれね、プロの料理人はこうつけない、わかる、ここと口をつけない、吸うんだよ、いいつけない。バッチリついてる。いいわ。いいわ。ああ塩分たっぷり。感じ？うん。ベリー。頑張りよく出た汗の塩分を補える。味噌ラーメンってそんな感じしないなんか。する、ね。するよね。うん、うまいわ。よかった。ママさんも来ました、うん、担々麺ですね、この熱々の器に入ってる担々麺です。はい同じだね、同じ同じ、美味しそう、はい、うん、うまそうだね、美味しそうよ、うまそうだね、うん、何だったっけ、担々麺か、担々麺、まあまあ、美味しい、あ、美味しい、うん、あ、ほんと、よかったよかった、うん、マッチング、おい飛ばしたね何それ、何それ何それ何それ美味しいよ、美味しい、はい、OK、結構塩分っぽいね、うん、やっぱりね、味噌ラーメンだからさ、うん、塩分が、うん、塩分、うん、そこまで辛くない、うん、辛くない、味噌ラーメン、うん、あ、簡単も、うん、あ、若干柔らかいのね、うん、ちょっとぬるめ、まったあ、そっちがついたのか、めっちゃ熱いのこれ、結構しっかり味、うん、美味しい、うん、うん、なんか汗かくところだから、うん、なんかちょうどいい感じね、ほんとだね、うん、まあ、頑張るよ、これいいね、いいね、ね、うん、本当にさ、芯まで温まるからさ、うん、やっぱお風呂だけの一番ね、そう、背中とか肩の凝りが取れるよね、そう、本当に、うん、結構良くなるよね、ね、本当にいいよ、これで掘り出してる天然温泉と、うん、あとパパの好きな、うん、あの炭酸、炭酸風呂、うん、あれ入ってた、うん、本当だね、うん、そうだ、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、ママさんもパパさんも大当たりのお食事でございました。ヘルプラーコンビ。どうですか、ママさん。めっちゃ汗。めっちゃ汗。あ、すごい。すごい汗です。デトックスだね。いや最高、誰か手突っ込んだ、あ、手突っ込んだ、穴開いてるね、穴開いてるね、いや最高に引き締められます、うん、大汗かいた後に一気に冷感みたいな、そんな感じですね、はい、風呂上がりのバニラです、ソフトクリームいっちゃいますね、うん、あまりアップにしないようにスピンだからそうそうそう、あ、忘れてた、乾杯、乾杯、はい、どうぞ、風呂上がりのソフトクリームはうまいよね、どう、最高、最高だよね、おいしい、いただきます、
柔らかい、うん、お風呂上がりのソフトクリームベリマチはい、さっぱりしました。ソフトクリームも食べたし、美味しかった、美味しかったし、さっぱりしたし、それでは